アイナさんですか。あ、はじめまして。サワイヤンチャンネル。皆さんこんにちは、サワイヤンチャンネルでした。さあ、はい、てことでですね、本日はちょっとオースプニング私の方から、進行させていただきたいんですけれども、今日はお兄ちゃん、はい、本日なんですけれども、はい、ヤン・ユンチョル、この度ですね、はい、まあ、成人を迎えまして、はい、まあまあ一応ね、大人という、まあまあ、あの領域に、まあ、一歩踏み入れたということで、まあ、ステップアップしたよね、まずちょっと兄貴から、はい、まあ、この間、まあ、時計もプレゼントしたんですけども、はいはい、あの次のミッションというか、まあ、検証というか、はい、うん、ちょっとヤン・ユンチョル果たして大人として大人という二文字を背負えるのかどうか。なるほどね。そこをちょっと検証していきたいと思って。見ていくわけだ。そういうことです。はい、何するんですか。今回やっていくのが、はい、実際に一般の女性と会って、はい、デートしていただきます。ガチノリス。はい、ガチノリスです。でそれを兄貴、恋愛マスターであるサワが全てを記録したものを見て判定していく。めちゃくちゃいい。超リアルドキュメンタリー検証でございます。まあ俺ね、一応今年の目標彼女作る。いや、そうだよ。だからそれがもうできるのかできないのか、ここでもう大きな分岐点になるわけよ。でももしかしたら今回の企画でもう彼女できる可能性もある。可能性もそのまま。だから一般の女性ともしかしたら結ばれて、はい、そのじゃあ一般の女性とどのようにして出会うのか。確かにね、今まで俺らはまあ渋谷で、まあちょっとそういうなんかインタビュー系の、まあちょっとその裏はどうなってるか分からないんだけども、なんもないんですかね。片言ナンパとか、はい、片言ナンパとかもいろいろやったんですけど、今回はじゃあどう出会うのかっていう話、はい、今回は確実性も求めてココミーというマツチンズグアプリを使ってやっていきたい。なるほどね。ついにもう出ます。もうマツチングしてやります。Okay、ちなみにお兄ちゃんは生涯一度もやったことないのをお前が初体験で言う。いや俺もやったことないよ。そうだよ。だ俺自身もちょっと楽しみ。やっていいよ。いや、ヤンがもう、okay、とにかく一般の女性をピッツク熱くして実際に出会ってデートするっていう一連の流れを今回皆さんにお届けいたします。最高の企画じゃない。いや、そういうことです。そしたら早速ちょっとココミをダウンロードして、もうプロフィール設定してちょっと一回あの進めよう。進める。もう今もうやっちゃう。始めよう。 OKOKOK、うん、できたよ。いけた。ちょっとプロフィール見せて。できたよ。お前顔し、お前何お前ちょっとこいつなんかちょっとね、かっこいい酒の自分のスーツの写真にしてんだよ。いいじゃん。だからもう二十歳だからさ。ガチじゃんお前。いやそれガチだよ。そこはさ、お前猫とか犬とかの写真でいいだろう。なんで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 お前自分わかるか。ガチガチでお前ゴリゴリのお前スーツの写真にしてんじゃないか。お前いいじゃんいいじゃんいいじゃん。バカだるお前。でちょっとまあカジュアルな感じも一個入れてるから。変化球お前ガチで狙いに行くんだよ。いやだからそれはそうだよ。今回は俺ガチだから。オッケー。まあまあいい。本気で彼女作りにしてるから。はい。ってことでじゃあ、オッケー。じゃあ、プロフィール設定完了したね。オッケー。で、そしたら、実はこのココミという、はいはい、ね、マッチングアプリには、実はもう一個、何が必殺技があります。秘技があります。秘技があるの？秘技があります。それ使おう。それ、ズバリ何て言うかっていうと、バニツシュモード。バニツシュモード。バニツシュモードにすると何が起こるかっていうと、普段だと、まあ、マッチングアプリで実際にこう、あ、この子可愛いなと思ったら、はいはい、こういろいろさ、ずっと見てさ、ちょっとキープができるじゃん。はい、バニツシュモードにすると、なんと、お前が、その、女性側の方に表示された時に、表示された瞬間、一回しか見えない。ストーリー的な部類になるわけ。一回もう見ちゃったら、もうその瞬間流れたらもう二度と出会えなくなる。つまりその瞬間連絡しなきゃいけなくなるわけです。だから会うしかないってこと。そういうこと。で自分が結構ミステリアスな存在になる。貴重なお前だからもう幻のポケモンになるわけよ。伝説ポケモン言うじゃない。そうだよ。あ、それやろ。それちょっと追加しよう。それでいこう。バニッシュモードちゃんと前登録しろ。こんな感じです。ここにバニッシュがあるんだよね。でこの写真オッケーオッケー追加して、星がつくとバニッシュってことか。あ、ほんとね。この2枚がバニッシュ。流れ星みたいな。なるほどね。で2個俺はミステリアス写真があるってことだ。ちょっとうざいな。なんかうざいけどうざいけど、まあいいでしょう。でも自己紹介ちゃんとしてるよ。おはようお兄ちゃんしか書いてんじゃん。一番危ないやつだよお前。ほらお前自己紹介おはようお兄ちゃんも絶対やっちゃいけないやつ。え、ダメこれ。一番決まりのミスしてるやつだろそれ。ガチで会いに行くもん。なんでお兄ちゃんなんだ。しかもおはようお姉ちゃんにしろよせめてお前。お兄ちゃんなんだよお前。お前男でも湧いてくるぞお前に。まあ、とりあえずまあこれで初期設定完了したんで、実際にまあ
あのレディースの方にちょっとアプローチをかけて、うん、コンタクトをちょっと取っていきたいと思います。え、ちょっと待って、これお相手からドストライクドストライクしましたって書いてある。もういきなり相手からお前ドストライク来てるぞ。お前やばい、あ、マッチング成立した、お前マッチングしちゃってお前、早くねお前。まあ、とりあえず、特変だ。とりあえず、あの、しばらくこれでちょっとやって、結ばれた方と実際に会っていきたいと思います。で、それで俺がもう一人でデートしに行って、で、一応その映像を撮ってきてもらって、会って、また後日この家で審査する俺が。じゃあ、一旦これで俺があとはもう個人でもう進めてっていいんでしょ。行きましょう。まあ、ちょっとまた後日マッチングした人見せます。よろしくお願いします。しゃ。はい、ということでね、皆さん、あれからね、まぁ、ちょっと数日経って、まぁ、マッチングした相手といろいろやり取りをして、ついに、デート日が決まりました。チラッと見せる、チラッと。はいはい、こんな感じで、お台場デート、決まりました。超楽しみ。まぁ、てことでね、まぁ、あとはね、デートするだけということで、ぶちかましていきます。しゃ。はい、ってことで素材が今目の前にあります。あれからもう結構結構時間がなっていろいろあって、もうこの静止画のお前のこの顔がもううざいもん。しかも待ち合わせ場所の背景もラブとかのなんかあ、まあそうなんだよ、そこがポイントなんですよ。今日、まあじゃあ見ていくかとりあえず。いやこれ緊張するな。いや俺激辛コメントでいくよマジで。俺あのちょっと待てやるからねお前。あ、そうか、あのなんかちょっと待て入れるよお前毎回。気になるとかあったら止めていいよね。じゃあ行きましょう。行きます。再生。はい、てことで皆さんおはようございます。デート当日になりました。ハンユンチョル大変緊張しております。ラブのところで待ち合わせしましょうっていうね、まあ、やり取りをしたんで、もうね、もう間もなく、やってくると思います。僕の運命の相手が、まあ、久々のデートなんでね、かなり緊張してます。てことで、まあもうしばらく、待っていきましょう。あれっぽい、やばい、多分来ました、多分来ました、あれです。これこの時めっちゃ緊張する。アイラさんですか？あ、はじめまして、よろしくお願いします。すいませんね、こんなカメラ持って。大丈夫ですか？本当に大丈夫ですか？大丈夫です。あのやばいやつじゃないんで決して。はい、ということで、本日のどうどう、かわいいじゃん、どうほら、いいじゃん、めちゃくちゃかわいいんだよ。もうここモザイク、お前モザイクにして、ね、この子だけでいいよ。もう今後このいらない。あと声もボイスチェンジャーで変えてほしい。いらない、声もいらない、うざい、声もいらない。でもなんかラブこれエイティングじゃん。え、そう、ラブの前でお前らもう結ばれたみたいな感じじゃん。これもいいでしょ、いいじゃん。こっから始まるからね、これもう運命の出会いだから。今じゃあ始めます。マッチングしたわけだから、どうぞ。僕のデート相手のアイダさんです。眩しいっすよね。眩しい。よろしくお願いします。お願いします。ていうか身長差やばいですね。身長差。じゃあ行きますか。あ、お願いします。とりあえず行きますか。お願いします。これ画角が難しいな。こうしようこうしよう、これで行きましょう、はい、うん、お台場デートとかするんですか？いやいや、初めてです私。え、マジっすか？うん、来ないな。よかった、あんまりこっちの方に。よかったよかった。いつもどこら辺でデートするんですか？いつもは、てかデートとかします？デートはもう久しく、僕もしないっすもん。なんか新鮮ですめっちゃ。いや新鮮っすよね。俺めちゃくちゃ緊張してますよ。やばいっすよ今。でもあやさんあれっすよ、全然写真より全然可愛いじゃないですか。いや、ちょっと待て。え、あのね、あのね、これは欧米とか東欧とかの文化と日本の文化で大きく違うんだけど、いきなり外見から褒めていくやつがチャラい傾向にあるということで。そんなことないよ。お前も開始だって、これまだね1分半で。おい、ちょっと綺麗ですね、可愛いっすね。もう危ない危ない、もっとそ直接的すぎる。素敵ですねとか、その容姿とかを褒めるんじゃなくて、その素敵って言葉にすることによって、それが内面なのか外見なのかっていう、どっちなんだろうっていう言葉に変える必要がある。嘘。いやでも素敵ですねっていう感じにすると何が素敵なのか分かんないけど、でもなんか嫌な気分しないから、素敵って素敵ですねっていうのはキモくない？いや、キモくない、キモくない、キモくない。あって1分待ってさ。いや、キモくない。いや、素敵ですねがいいから、素敵です。じゃあ、今後はあった時点には素敵です、素敵ですよ。いや絶対。じゃあ、はい、パスタ屋さんに行きました。パスタ屋ね、大丈夫ですか？パスタで。あ、はい、大好き。ありがとうございます。え、なんかシュール。え、緊張してます。緊張しますよね。まあ言い方です、一般の人とデートするのが、うんうん、超久々です。
あやばい、数年ぶりっすよ。YouTube 始めてから1回前っすよ。あ、そうなんだ。マジで。だから今日超楽しみでしょ。なんか私もなんかそのデートみたいなのないから普通に、はい、なんかえ、しないんすかデート。なんかこうデートっていうくくりがもうなんか分かんない。でも普通になんかご飯食べに行くとかは、うん、でもあるじゃないですか。ありますあります。昼こういう確かに昼からそうない確かにしないっすよね。全然ない。しかもお台場もほぼ初じゃないですか、うん、仕事でこっち来た時になんかちょっと寄って帰るとか。あ、結構忙しいっすよね絶対仕事。うん、いやいや全然全然。マジですか、うん、週どんぐらいで休みあるんですか。もうあの土日は土日休みなんだ、うん、何するんですか土日大体。何もしてないですよ全然。飲ませない。それ分かります、うん、結局なんかゴロゴロしますよ、ね、そうそうそう。お酒とか飲みます。酒結構飲みます。あ、マジっすか、うん、強そう。何が好きっすか、うん、あ、何でも好きですよ私。何でも好き。何でも飲みます。何でも飲める。それは今日飲みデートにした方が良かったから。最近でも全然お酒飲んでないんですよね。うーん、やめてるとかじゃなくて。いや、なんかプライベート飲まなくなっちゃったんですよ。ちょっと待って。何ちょっと待って。何何何せっかくこあのお相手方ね、アーニャちゃんだっけ。ねえ、あのお酒飲みますってね言ってくれてんのに、なんで三千引き出しといて、お前あの僕は飲まないんですよね。僕最近禁酒してて全然飲まないですよ。禁酒って終わりじゃんもう会話。ちょっと、まだ会話終わってない。いや、やばいよ。でもちょっとまだ会話終わってない。聞いて聞くわ。アイナさんだったら全然飲み行きますけど。全然行きますけど。ここでちゃんと帰る。ここでちょっと待って。そういうことなんだよ。誰お前。だからちゃんと見てほしかった最後。誰アイナとだったら飲み行くよっていう。そういうことね。そう、別に禁酒とか言ってないもん。なんかだるいな、ちょっと。どうぞ。なんやかんやだ。パスタが来ましたね。パスタが来ました。これは何でしたっけ。サーモンとイクラのパスタで、僕はタラコ食べますか。スプーン使います。あ、大丈夫です。大丈夫です。結構しっかり食べる人です。僕は結構食べれますね。あのトレーニングしてるんで。へえ。運動とかやめると本当食べれなくなっちゃいますね、うん、あ、逆に。そうです、運動しないと太っちゃいますね。なんかやってないですか運動とか。もうやってないです。学生時代とかなんかやってそう。でもやってました、部活とか。中学まで陸上やってました。あ、陸上か、うん、陸上か。種目当てていいですか。いや、うん、当たんない。分かんない、どうだろう。いや、多分分かりました。多分分かりました。分かった、うん、これ当たったらすごくないですか、うん、めっちゃすごいと思う。え、そんなマイナーなやつ。十種競技とか。あ、でもその競技の中にも入ってます。入ってる、うん、オッケー。それ大ヒントだ。ハードル。あー、ハードルもやってました。やってた。で、メインは違う。メインは違います。走り幅跳び。あ、違います。長距離か。あー、長距離はやってないです。え、何、ハンマー投げとか。あ、でも近い。え、めっちゃ近い。嘘。え、それでめっちゃ近い。うん、めっちゃ近いです。やり投げ。あ、近い。あと何があるんですか。え、でもその投擲系です。あ、砲丸だっけ。あ、惜しい、円盤です。私マジで。そう、ちょっと待って、ギャップじゃない。最初の僕が打ったかもからお前8発ぐらい外してるぞ。じゃあじゃあシラムと。みんな気づいてないと思うけど僕分かりました。もう絶対分かりました。そんな顔してない。女子競技から入る。まず分かったって言ってから女子競技から入るのも結構すごいけどね。じゃあお前僕も投げられたいみたいな感じ思ってた今頭の中で。めっちゃ思ってた。コンペやってました。短距離と袖やってました。え、待って、こういうやつ。そうガチポーズじゃねえ。お前、これは子供をあやす時のポーズだよ。円盤はこうだよ。こうスタートポジションこんな感じじゃない。え、そうなんじゃなくね。そうなんじゃさ、こう、なんか行かなかった。こう行ってから、こう回るんだよ。いいの、そこはデートしてんの。オッケーオッケー。なんで円盤やろうとってなるんですか。え、なんかその、顧問の先生がなんか、はい、体験みたいな感じで全部の種目をさせられるんです、はいはい、で、なんか投げた時に結構飛んで、はい、で、おーみたいな。センスあるね。 そこから、とりあえずぶん投げてもいい。 それさっさにも投げてもいい。え、めっちゃ叫びそう。あれ叫ぶじゃないですか、投げた。そう、みんな、だからその大会とか行ったらやっぱりもう、はい、
みんなもう、わーって叫ぶから、うちも叫ばなきゃいけないのかな、みんなで。だから思うけど、そこまでなんか、振り切れなかったよ。あ、振り切れなかった。今度円盤投げやりに行きましょうよ。できるとかあるのか。円盤投げデート。全部食べれます？俺全然もらえますよ。本当ですか？全然もらう。全然食います。気持ち悪い。気持ち悪くない？あの、いきなりもらおうとしてる時もある。もう、食べれてなさそうだったから、食べましょうか、うん、ああ、なるほどね。それさあの、感じ取ったんだね。嘘。だって全然、あ、いいですかって言ってたもん。ああ、なるほどね。じゃあ、よかったです、うん。だって僕と、あれ何個違いだ？ 5 個違います。5個違いか。5個違います。ダメですよ、僕に敬語使っちゃう。なんか見えないですねよね。なんかびっくりした。なんかあ、そっか、二十歳なんだって思いました。老けてますやっぱり。いや、なんか老けてるじゃなくてすごい大人っぽい、はい、本当ですか？落ち着いてる。なんか二十歳の落ち着きなじゃない感じがします。本当ですか？全然落ち着いてないですよ。見えない。マジか。いくつぐらいですか？35とかですか？28。じゃあ上か、うん、じゃあ俺タメ口でじゃあタメ口逆にタメ口の方が助かる。じゃあタメ口で行こう。あ、じゃあお願いします。全然食べる。めちゃめちゃ食べたがりじゃん。俺そのまま全部全然結構進んでなかったの。結構進んでなかったよね。進んでなかったの。なるほどね。本当に進んでない。言いにくいじゃん。結構多い。俺びっくりした。デザートとかいらない？大丈夫。クレープいらない？クレープ大丈夫。彼氏ってどんぐらいいないの？てか、いそう。いそう。絶対彼氏いる。これ彼氏に内緒でマッチングアプリやってるっていう。で、その、これにも出させてもらった。まあまあ、彼氏が見てないことを祈る。もし見てたら、ごめんなさい。その後に行ったら、お前ら、不倫旅行みたいな感じで。もう不倫同士だよ、これもう。いいじゃん、いいじゃん。会話が。いいじゃん。え、彼氏いる。あはははは。否定しないし、こう、ねえ。否定しないし、お前もう、なんか、まんざらない感じで、いいっすね、それ。ちょ、動画見て、バレたこと言って、バレたら、ごめんなさいって。なんそんな変態チックな感じ。だって、そういう会話に聞こえちゃうもん、俺。いや、いいじゃん。まあ、いい。もう、カツプルだもん。熱海だね。今日はカツプルです。この後、熱海直行だ。そうだよ。不倫デートで。でやってたらやばいですよね、普通。でもそういう人っているでしょ、一定数。うん。どんぐらいいない？いや、2年はいないです。マジで？うん、3年目になる。全然ずっといそう。もう自分で振ってまた新しい乗り換えてくる。乗り換えてくる。はい、ちょっとストップ。ねえ。あの、女性に対して、ここ初対面でしょ？はい。初対面の女性に対して、バンバン振って、乗り換えてそうっていう、まぁ、あ、ちょっと尻軽みたいな、あの、発言を匂わせてるのは、ちょっと果たしてどうなのかって思うんですよ。そう捉えられちゃう、相手に。なんか、例えば、うん、あの、すごい男性からモテそうだねとかだったらいいかもしれないけど、乗り換えてそうとかっていう、なんかすぐ振ってとかっていうのはちょっとマイナスイメージにつながる可能性があると思うんですよ。日本語って難しい。難しいですよ。このニュアンスがね。え、じゃあ今気にしてるってこと？今だからちょっと苦笑いしたじゃん。あーって言って、もう笑ってごまかすしかない状況になっちゃって。まあこの後の会話どうなるか分かる。そうだね。こっから挽回するか。いや、可能性あるよ。いや、今のはちょっとマイナス。今のダメ。今のちょっとマイナス入ります。なかったです。なんかそのそっちよりもなんかこう友達がプライベートでできたこととかの方が私の中で大きかった。なんかそっちの楽しさの方が。ああ、なるほど。まあでもそうっすよね。うん。で、まあ、てことでね、もう無事パスタも食べ終わったんで、ちょっと場所移動しよう。だから逆になんかタメ口を俺なんかなんか逆に不自然だ。だって年上だもん。いや、タメ口の方がいい。タメ口の方がいい。タメ口の方が話しやすい。オッケーオッケーオッケー。じゃあちょっと一回出ますか。それもタメ口じゃねえよ。ちょっと一回出よう。はい。はい、まあ、てことで、まあ、お食事編は、うん、まあ、まあ、これは、ね、あの、まあ、いろいろね、まあ、もちろんね、ちょっと物足りないともあるけど、うん、まあ、相対的には初デートとしては、なんか、その、着飾ってない感じ、トータルで見たら、まあ、欲しい、まあ、4乗るか乗らないか、おぉラインまでは、まあ、行ってるんじゃないか、まあ、自然体では。そう、俺、それが、まあ、結構テーマ、うん、俺の中では。まあ、ただ、やはり、ちょっと詰める部分は、まだあった。ちょっと細かいとこね。言葉選びで。うん、言葉、多分、あの、女の子って、男が思ってる以上に、言われたことって覚えるから、あー、なるほどね。そう、だからそう言ってさりげない一言で女の子を傷つけてしまってる可能性はある。さっきより距離近づいてるね。じゃあ行きます。そうぞ。ごちそうさまでした。いや、全然ありがとうございます。ちょっとこの価格がマジで毎回難しい。俺はちょっと下がればいいのか、こうすればいいのか。おお、ありがたいです、はい、じゃあ次はスタバ行く。スタバね。スタバ行きたいです。 OK。 ちなみに身長はいくつ？
身長は158です。158か。32センチ差だね。190の人とデートするのは初めて。初めてですよ。190あるんだ。190。大きい。いや、大きいよね、普通に。大きいは分かるのよ。大きいねでいいんだよ。大きいはね、お付きはダメなのよ。お付き系女子はね、結構ね、やっぱり昼からデート誘うなっていうだけあるね。確かに確かに。でも158っていうのも女の子で言ってみたら普通、普通平均ぐらいの身長じゃない。俺は全然慣れてる。いや、慣れない。ストップ、ちょっと待って、158cm 慣れてるはダメでしょ。だってお前冒頭でさ、あのデートしたことないとか言ってたじゃん。ほぼ出会いね、会ったことないとか言ってる。158慣れてる。ここでこれはね、完全にミスですね。いや、マジでこれはボロだった。これボロだった。これ完全に、これは、ほっぺに出た。これはもう今完全にもうシールド貼られてる今。シチーンってやってる今。まあでもこれはちゃんとね、使ってないよ。そう、ちゃんと入れたよ。オッケーオッケーオッケー。危ないよ、これは。こんぐらいがいい。こんぐらいがいい。これだったらもう2メーターだよ。これはちょうどいい。これは2メーターだよ。あった、あったあったあった。画角気をつけないと一瞬でいなくなるから、すぐいなくなるから、アイナちゃんこうなるから、これ一人の Vlog になっちゃうから。ってことで、スタバ着きました。一回ちょっと中入って買ってきます。はい、ってことでスタバ買いました。イエーイ。いただきます。イエーイ。とお台場もうなんかすごい浄化される、なんかいいよね、うん、落ち着くよね。落ち着く、うん、スタバがあってよかった。寒いよね。寒い。これ飲んだら最後は観覧車。観覧車、観覧車行く。乗ってみたい。お台場の観覧車乗ったことないでしょ。ない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 。お台場の観覧車すごいよ。やばい、一足違う。一足違う、全然違う。お台場の観覧車全然違うから。ちょっと乗ってみたい。お前観覧車週1回乗ってるやつを喋る。お台場の観覧車すげえ、マジで。これは乗りや、乗り、これは乗り、これはさすがに乗り。乗ってほしい、うん、ちょっとこれ飲んだら行こう。どんぐらい付き、あの何人ぐらい付き合った今まで。今まで、うん、付き合った人5人とか。あー5人とか、うん、普通普通かな。通じゃない、うん、基本年上年下。あー、年上が多かった。うん、上か。でもなんかこう自分がある程度年齢こう重ねてきて、うん、そのなんか逆転するっていうじゃない。その、うんうんうん、なんか女性いきなり年上の人が好きだったけど、はいはいはい、急にこう年下もいいなって思うみたいな。で友達がそれになってて、でじゃあそろそろ差し掛かる時期。時期なのかもなと思ったけど、うん、うんうん、思った、うん、思った、思った。うん。来た。でも見えないもんね、なんか年下の子に。そっか、じゃあ逆にダメか。いやいやいや、違う、なんかそのなんかそのカテゴリー、うん、そういうのを考えなくなった。年齢とかを考えなくなった。あ、でもそれはわかる。なんか結局さ、めっちゃ年上でもさ、うんうん、幼い人っているじゃん、うんうんうん、大丈夫かこの人みたいな、うんうんうん、もいるし、めっちゃ全然年下でもさ、しっかりしてる人っているじゃん、うんうん、俺もどっちかっつったら、うんうん、年上の人がタイプなの。年上の人は全然好きなの、うん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 。そっちの方がなんか精神年齢とかは合いそう、うん、そう、ね、合わないんだよね、うん、最初でもこの会うまでにすごい考えた、うん、でも5歳もしたよな、20歳だよな、20歳大丈夫うぞと思ったけど、全然大丈夫、そんな感じしない。うん、全然そんな感じしない。本当よかった。逆に俺は超楽しみだ。逆にありがとう。25、26、来た。来た来た。だって俺の年下ってもう19とか18だから。そっか、下手したら犯罪になる。下の子とあんまり関わる機会がなかったから、うん、その感、うん、新鮮だけど、別にそんななんかない、 なんていうの、みたいな、ガキだな、ないないない、全然もうちょっとあった方がいいかな。ギャップだね。ちょっと一回と飛び込んできた。ガキ。一回大丈夫。絡んだ。一回飛び込む。撮っとく撮っとく、それは。これカメラ持って行ってくるから。で、観覧車びしょ濡れで。びしょ濡れで。そう。てかもう行く？うん。ぼちぼち。全然。ちょっと歩くけどいい？うん、全然。オッケー、じゃあ観覧車行きましょう。行きましょう。よっしゃ。おはようございます。はい。おー。すげえ。ちょっと待って。
あの、観覧車、ちょっと待って、この面白い、今の俺好きだよ、今の好き、あの、観覧車めちゃめちゃいいよってさっきすげえいろいろ喋ってて、観覧車最高だよ、台本の、乗り込んだやつ、すげえ、ゴリゴリ初めて観覧車乗るやつの感想じゃねえか、どうする、どう乗るべきや、俺ちょっと、じゃあ見本見して、俺だったら、俺だったら、入るじゃん、はい、どこ座る、多分ね、あのお台場のフジテレビとかの方景色綺麗なこっち座った方がいいんじゃないとかって言って、そこまで座って誘導させる、誘導して、じゃあ俺こっち座ろうかなってまずこういう感じで、いや楽しみだね、上まで登った時どんな感じだろう、今日天気もちょっと曇ってるけどでも結構見えるんじゃないとかそういう話したらいい、自然とまあ人緊張をさこう緩和させるようなさ、あすげえって言っちゃうとお前だけで完結して何言ったらいいか分かんないから緊張感めちゃくちゃ高まるわけよ。すげえだけでこんなん言われる？こんなん言われる？まあ一回じゃあ見よう。まだ乗ったばっかだ。乗ったばっかだからね。はい。どうだった？二十歳のデートは？なんか新鮮だった。新鮮。新鮮？うん。かなり。観覧車とか乗らないじゃん。そもそも。なんかすごい新鮮だなって感じ。確かに俺も乗らないもんだってた。日中にこういう感じの。健全だよね。うん、すごいなって思う、ね、本当は飲みとかよかった、いや飲みも全然居酒屋で普通に飲む方がよかった、でももうこれで終わりだから、うん、俺もめっちゃ今日楽しかった、いや超緊張してた、緊張してる感とか全く、それは緊張するでしょう、いやするよね、普通するよ、全然なんか起きた、あほらほら、やばいやばいやばい、うわすげえ高っ、新宿都心の高層ビル群羽田空港などがご覧になれます。絶対揺らしちゃダメだからね。絶対ダメだからね、本当にダメだから、絶対に良くない、絶対ダメだからね、振りとかじゃないから、振りとかじゃない、書いてあるもんね、書いてあるから、絶対、本当にやめな YouTuber でも絶対ダメだからね、これ。え、外国人の人と付き合ったことないでしょ、でもないです、外国人デートも初じゃない、そしたら初だね、全部初じゃんウクライナ人デート初めて。初めて。日本語がすごい流暢だから、なんかその、なんだろう。ちょっと不自然だよね、多分。うん、違和感ある、うん。そうだね。なんか吹き替えみたいな。あの、再現ドラマの吹き替えみたいな。アンビリバボーのさ、外国人。ああ、外国人。なんか違和感っていうか、そのウクライナの人とデートさせてもらってるっていう感じはない。その、だから普通に。日本まで日本育ちだからね。あ、そうなんだ。そう。手疲れない俺、うん、手、うん、全然大丈夫だよ全然大丈夫だけどちょっと待て、これ待て、今のはもう面白くない、一緒に持ってくれるって例えば言ってここで、ね、行くってこと、例えばね、これ行くの、いや行っていいじゃん、面白いじゃん、そっちが行っていいの、いや、え、持ってくれるのとか例えば聞いてあげるとか、え、持ってくれるのとか、え、ちょっと持ってみてよって言って、あ、こんな感じなんだとかっていう、向こうにもその初めての体験をさせてあげる、あ、ちょっと初体験、そう初体験をあげる、こんな感じで撮るんだよねって、あの、この価格もいいかもね、たまにちょっとアイラちゃんも出してみようかなとか、わー、で、じゃあ向こうはそのデートの中にまた別の楽しみが見出せるかもしれない、なるほどね、忘れ物のございませんよ、また足元にご注意の上、これさ、床暖みたいな、床暖じゃなくて席さ、うん、と思った、あったかいよね、あったかいよね、はい、気をつけて、はい、ありがとうございます、そうだね、私のこれでいいんじゃない、そう、あ、じゃあもうカメラだ、アイナチャンネル、アイナチャンネルは、アイナチャンネル、え、印象でも変わった、うん、かなりそのまんま、なんかまんまっていうか、なんだろう、思ったよりヤバくなかった、うん、いや、ヤバくなかった、おかしいだね、全然違う、なんか普通になんか YouTube とかって言ってたから、なんか変な、ヤバいのかなって思ったけど、普通に急に飛び込むかなとか、そう、なんか変に構えすぎちゃってたのかなって思って、なんか YouTube っていう頭になって、確かにちょっと構えてたね、最初普通に忘れて楽しませてもらって、ね、あいなちゃんでもそのまんまだったな、でも確かに最初はファイティングポーズ取ってたら、構えてたら、だいぶだいぶ構えてたね、どう、あり、この身長さ、あ、うん、え、あり、あり、あり、俺はありだよ、俺全然あり、基本的にそうなるよね、なる、全然ありや、むしろここら辺に女の子がいるとビビるもん、逆に心配になるもん、俺
だって俺の方、俺のこと見る人だったらさ、めっちゃ見上げなきゃいけないじゃん。観覧車みたいになってる。普段ここまでなんか見上げることがないから、うんうん、なんか、うん、新鮮。新鮮、これも新鮮。これも新鮮。でもよかった、めっちゃアイナちゃん明るいから、あ、話しやすい、めっちゃ話しやすい、うん、俺、うん、本当、うん、もしかしたらこのだって、うん、この映像ずっとお互い無言だった可能性もあるからね。だからあれだよ、今後アイナちゃんと会うときは俺全部カメラ持ってる。常にこれだから。常に、うん、あ、どこ行ってもこれだから。逆になれるかもしれないもん。逆に来れないと不安みたいな。いや、なんで今日持ってきてないのって。大丈夫みたいな、帰るね、うちに。はい、まあてことでね、そろそろお別れ。お別れだね。お別れだね。あっという間だったね。いや、あっという間でした。ありがとう。また、また会えるよね。会えるよね。もう、終わり。いやいやいや、よろしくお願いします。ね、まあ、これからね、まあ今日はね、初対面だったしね。ちょっとまあ初デートってことで。うん、まあ、今後、またね、あるかもしれないし、ないかもしれないし。俺はあると信じてる。俺はあると信じてる。で、まあ普通に今日楽しかったし。うん、ありがとう、本当に。いや、こちらこそありがとうございます。俺はこうすればいいのか。 あ、これ、これいいな。助かります、ね、これ YouTube 出るからね。あ、そっか、そっかそっか、なんかすごいお邪魔させてもらってる感じ。いやいや、全然全然、もうみんな、うん、アイナちゃん可愛すぎるって多分、いや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 、そのコメントで溢れてるから。いや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 、お邪魔させてもらいました。緊張する、緊張する、うん、ここでバイバイということで、ありがとう、ありがとうございました。緊張するな。じゃあバイバーイ。はい、まあ、でもデートってさ、うんうん、やっぱ旗から見ると気持ち悪くなっちゃう、はい、しょうがない、はいはい、だってデートだから、はいはい、2人の空間だからさ、うん、いいよ、言い訳ないどうしてもさ、いいよ、いいよ、なっちゃうじゃん、うん、あ、でもどうだった？いや、多分全体的には楽しいデートにはなってるんだけど、うん、多分そのアイラちゃんにとって記憶に残るデートになったかって言われたら、多分普通のデートで終わっちゃったんだよ。あー、無難。そう、トータルで、まあ、100点満点でいくと、まあ、68点だね。 68!7 割は乗らないね、これだと。言ってない、うん、まあ、だいぶ刺さってるよ、うん、やっぱりちょっと優しさを示す部分であったりとか、褒めてあげる部分であったりとか、会話盛り上げる、ちょっとね、そういう、いや、素敵持っていった方がいい。そう、ちょっとね、素敵が足りなかったね。あー、うん、まあ、まだまだだから、その32点分、まだまだこの、まあ、20歳で68点取れてるだけでも立派だから。まあ、確かに確かに、毎日25だしね、うん、まあまあ、いいんじゃないですか。そう、ただその、いいデートの合格ラインにはまだ到達したい、はい、まあまあ、でも、まあ、俺は楽しかったし、うん、まあ、あやちゃんね、ありがとうございます。本当にありがとうございます。はい、まあ、てことで、まあ、トータル終わりましたけど、どうだった？その、ココミ使ってみて、まあ、そのね、マッチングアプリって、俺も使ってましたから分かんない。ココミめちゃくちゃいいよ。いい、これはマジでいいよ。ほんと？バニッシュ、うん、あれがいいんだわ。バニッシュモードね。あれね、やっぱね、マッチング率上がる？上がる、上がる。あ、ガチ？上がる。あれ設定すると上がる。てか、見てても、相手に見てても、うん、気になっちゃうんだよ。あ、なるほど。じゃあ、もう、その、押しちゃうんだね。いいねって。もう、なるほどね。いっちゃう。あと、スクショができないんだよ。あ、そうなんだ。そう、スクショができないから、だからプライバシーはめちゃくちゃ保護する。確かに、それすごいね。そう、安心。え、すげえ、それユンチョリでも安心し、画期的。女の子でも使える。すごい、これすごいよね。で、あと、あのアイコンあるじゃん、はいはい、あれを別になんかアニメのアイコンとかでもできるの。あ、そう、あれ、そう、自分の作成、素顔、画像をベースにアニメ化できるんだ。あ、そう、アニメ化できる。え、すごい、それだから、ちょっと始めてみようかな。でもそんながっつりやりたくない。なるほどね。だから匿名みたいな、軽く、まあ、軽く始めるのもできる。だ、初心者もやりやすい。そういうこと。なるほど。え、最高じゃん。だからね、ココミはいい。俺は使う。こっからガンガンマッチングして、お題は100回ぐらいする。お前、アイラちゃん見てるよ。お前で、こういうとこあるんだよ。はい、ということでね、今回ね、ちょっとココミというね、マッチングアプリを使ったヤンのデート企画をやらさせていただきました、皆さん。まあ、これが最初のデート企画です。まあ、多分コメント欄でいろいろ議論が、いろいろね、確かにみんなデスター間でもこういろんな議論が巻き起こると思うんですよ。皆さんぜひね、今後のヤンの成長も応援を兼ねて、ぜひね、グッズとボタンポチッてください。そして、はい、よかったらココミもね、使ってみてください。はい、はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。またね、次回の動画でお会いしましょう。バー